いろんなね物産がちょっと販売されてますので、中に入ってみます。カシューナッツの黒糖とかね、美味しいよこれ。これめっちゃ美味しいんですよ。キャンベルのスープで手間暇かけて作られてるんですね。落ち着いていいですか？いいですよ。昨日から来たんです。よっしゃあ、かわいい。いろんなね物産がちょっと販売されてますので、中に入ってみます。すいません、あの沖縄から来たんですけれど、今いろんなこう鶴見とか沖縄のエリア、沖縄のものが残ってるエリアを回ってまして、今沖縄物産センターさん見つけたので、あの中を撮影させていただけないかなと思ってるんですけれども、大丈夫でしょうか？ ありがとうございます。もう沖縄のものが、しかも今こう月桃のカーサのね、カーサムーチーのいい香りがします。こうやってあの琉球ガラスとか手帳も売ってるね。以前スナーチャンネルで紹介して手帳も売ってます。沖縄 この音楽とかそういったのもね CD として販売しているそうです。あ、黒糖、ムチムチ黒糖、いろいろあるよ。こういったカシューナッツの黒糖とかね、美味しいよこれ。美味しい、これめっちゃ美味しいんですよ。キャンベルのスープでマッシュルームと、あとクリームチキンもあるんですけど、これよく食べてた。よくねこの缶に入ってて、実際スープが入れて、その缶の量分水を入れて溶いていくだけですぐできるんですよ。めっちゃ美味しい。でこういったコンビーフハッシュもあります。スパムもあります。いいね、食べたくなるよね。美味しい、パンに挟んでも美味しいし、個人的には冬瓜とこのスパムの味噌汁めっちゃ美味しいです。ウェハークリーム、これめっちゃ美味しい。もちろん沖縄のねスーパーとかでも販売されています。これね美味しいですよ、このチョコのお菓子。お酒のコーナーですね、泡盛が販売されてます。すっごい種類豊富だよ。クラとかね、クラ大好き、あのヘリオス酒造のクラです。炭酸割りにするとめちゃくちゃ美味しいです。タルチョ造になってます。ハブ酒もある。ハブ酒、ハブ入りです。あとは制服の柚子とか梅も美味しい。オンザロックでデザート感覚で飲むと美味しくいただけます。ヤギはなかなかね、沖縄だったらあるんですけど、東京とかこういった神奈川とかでなかなかヤギとか食べる機会ってないと思うので、すっごい貴重ですよヤギは。こちらそばのコーナーなんですけど、こうやってねまるちゃんの沖縄そば、そして八重山そばも売ってるんです。そばって地域によって麺の太さとか出汁のねこう味わいとかが全然異なりますので、違いをね楽しめるっていうのもいいですよね。 A1 ソース売ってます。あとねこのマルコメスもね美味しい。刺身に醤油にマルコメス入れて刺身で食べるとめちゃくちゃ美味しかった。広志屋さんの豆腐とかも売ってる。美味しいんだよ広志屋さんの豆腐、めっちゃ美味しい。あの弾力があってすごくね食べ応えがあるんですよ。これもいいですよ。豚味噌ご飯の上に乗せて食べるのもいいですね。こうやってチンビンの粉とか、こういった黒糖サーターアンダギーミックスとかも売ってるので、こちらで購入して自宅で簡単に作ることもできます。アイス、ポーラーベアアイス美味しいよね。あとねブルーシールのアイスクリームも売ってます。沖縄のミトメインがありました。ちょっとアハゴマルカ探しましょうね。あった、あった、アハゴマルカ、うちちゃん、アハゴンの印鑑です。上等だね嬉しい。なんかお惣菜も売ってますよ。もうすぐ買って食べられるお惣菜もあるのでめちゃくちゃいい。あ、これか。カーサの香りがするなと思ってたら、実際にカーサもうち売ってました。いいゲットの葉のいい香りがするんですよ。すごい、サーターアンダギーも出来たてが売ってる。いやさあさあ、なんとお蕎麦を作ってるところをちょっと撮影させていただけるということで、やった。すいません、失礼します、失礼します。あ、いいですか、ありがとうございます。これちょっといいですか、撮影してこのような形で作ってます。すごいね。あで240色、あれがあれがさっきの小袋は240個です。こうやってね巻くのも、で乾燥してると非常に巻きづらいということで、湿気がある時の方が結構ね作業としてはやりやすいそうです。すごいよね、職人技ですよ。私が不器用だからやったらもうすぐなんか切れちゃいそうだから、もう素晴らしいなと思います。こうやって3回巻いていって、それを1日寝かした後切って実際にやるということで、手間暇かけて作られてるんですね。年末は
2トンだそうです。2トンはすごい。それぐらい食べますからね、沖縄そばね。あ、もう完成ですか。すっごい綺麗に、まあ、さって切りました。ここから乾燥しないようにビニール袋を巻いていきます。おお、あ、なるほど、こうやって巻くんだ。へえ、あ、あ、ここに保存するんです。はい、これぐらいです。あ、もうこれだけでも美味しそう。はい、これです。巻いて寝かせたものがこうなるんですね。ですなるほどなるほど、はい、手打ちはやっぱり美味しそうですね。創業30年以上、すごいですね。でこうやって、ね、手打ちで沖縄そばを作って販売されているということで、サーターアンダギーとかもね、あと沖縄物産もね、沖縄物産センターで一緒に販売しているということで、わー、ここで作った沖縄そばも物産センターで購入できるんですよね。はい、わー、すごい貴重なの見せていただきました。これはアンダギーで、あ、アンダギーですか。はい、黒糖の、はい、これがプレーン。上が黒糖で下がプレーン、なんかコーヒークルミアンダギーとかあります。あー、そうですよ。なかなか沖縄でもないなと思って。そうですね、ここだけ。へぇ、美味しそう。もうちょっと早ければアンダギーを上げてもらう。あ、残念、アンダギー上げてきたと見たかった。1時間ぐらい前まで上げてた。あ、そうなんですか。ちょっと後でコーヒークルミ味のアンダギーを食べたいです。いいよ、そうそう。すみません、サーターアンダギーのコーヒークルミを。はい、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 すごい珍しいですね。こういうことするとダメなんで。ありがとうございます。購入しました。コーヒークルミだって、珍しいね。沖縄でもなかなか食べない。あ、美味しそう。コーヒー好きとしてはちょっとこれは気になりますね。あ、コーヒーの香りする。めっちゃ美味しい。これすっごい美味しいです。こんなサーターアンダギー食べたことない。なんだろう、面白い、美味しい。すっごいね、コーヒーのね、ほろ苦い苦味とこのクルミの食感とこの上にかかってる砂糖がマッチしててめっちゃ美味しい。なんだなんだ、コーヒーめっちゃ美味しいです。コーヒークルミが美味しい。あ、多分じゃあ2個くらい。本当美味しいです、これ。美味しい。美味しい。超おすすめ。超おすすめです、本当に。美味しいので、ぜひこちらの沖縄物産センターでコーヒークルミをサーターアンダギー食べてみてください。で、ずっとあるわけじゃないので、今月のおすすめという形で出しているそうです。だからまた月によって変わるそうなんですけど、コーヒークルミ味美味しいのでぜひ食べてみてください。美味しかった。面白いもの発見しました。見て、おきつる餅つき大会がやっているそうです。なんかちょっと聞こえてきます。と上行ってみましょう。やってる。餅ついていいですか。いいですよ。沖縄から来たんです。沖縄から来たんです。あら、本当に。はい。あ、じゃあ、じゃあ俺も優先行ってもらって。あ、やった。こんにちは。もう餅つき大会のために来てくれたの。餅つき大会を見つけたので、ちょっとぜひ、はい、やりたいなと思いまして。いいですか。どうぞ。ありがとうございます。YouTube で沖縄の観光をメインに撮ってるんですけど、皆さんお顔とか映っても大丈夫ですか。大丈夫ですか。全然怪しいのいないから。OK、いただきました。この餅つき大会は毎年そうです行ってるんですか。ちょっと毎年9回になります。餅つきやりますか。やります。いいですか。若い子がやりたいそうで。仕上げにやらせてから。仕上げに、ありがとうございます。美味しそう。集まられている皆さんは、何か沖縄の県人会とか県人会、何名ぐらいいらっしゃるんですか。30人ぐらい。30人ぐらい。上で言うと30人。出身地の例えば北部とか中部とか南部とか、家島とか。あ、家島なんですか。伊良部。へー。
そういう出身者が集まって、出身者じゃない人もいるけど、ね、こっちの内地のこっちの人で興味ある人で参加してる人もいる。沖縄からこちらにも移住されたんですか？移住されてる人がほとんど。あ、この移住されたって大体何年前ぐらいに？俺なんか親の代だから、昭和26年から。なるほど。あ、じゃあ本当に鶴見にこの沖縄の方が移住するのが多かった時期ですよね。そう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 。戦後ほら沖縄に仕事がないでしょ。もうちょっと強くですか？よいしょ、よいしょ、よいしょ、えい、ゴー、えい、シー、自分の年に、サーン、あ、年だけ、2、はい、おしまい、29です、29です、29です、ありがとうございます。やったー。はい、上の方から食べてみてよ。あのね、3階で、引き立てのお餅を、もうお餅と豚汁があるので、食べてて。いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと上に行って、突き立てのお餅と豚汁いただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。首里城だ、最高、暖かい、もらいなさい。だってカメラ足ないで。いろいろお話伺えたらなと思うんですけど、いろいろ言ったんだけど、ね、もう忘れちゃった。